今私が一番欲しいものを買いに月島まで来ました。初めて買うものなんで、すごい楽しみ。すごい、これ全部分解してるんだ。すごい、なんかおしゃれなカフェとか、こっちもなんかおしゃれな建物。ちちちち、あ、こんにちは。ダウンタウンさん、ちょっとなんか、はい、おしゃな。小学校から同級生だったけど、そうなんです。それのお笑いコンビもそうだったりしたんで、はい、ちょっとそういうのにもかけて、あとは月島っていうか、そうです、そうです。今日は、実はちょっと老眼鏡を作りに来ました。多分、まあ、分かんない、老眼じゃないかもしれないけど、目が結構視力がいいので、人生で初めて眼鏡を作ります。老眼鏡ってなんかイメージがちょっとあんまりおしゃれなのがないイメージがあったけど、ファッションに合う老眼鏡を作りたくて、こちらの今日はみたんさんという、はい、おしゃなメガネがいっぱい揃っているお店に来ました。今日は普段私がよくしているスタイルで来てみました。はい、結局どのメガネが必要なのかっていうのが全然わからない状態なので、先に度数測ろうかなと思います。視力を測っていただきます。全然緊張してもらわなくて大丈夫なので。緊張する。緊張感がすごい伝わってきてるんで。たまに眼鏡行くと風ピューって出るやつあるんですけど、これ風出ないんで、全然大丈夫です。あれちょっとびっくりする。そうです。まず右目から行きます。はい。ザン。すごい、ここはっきり見えますよ、ね、めっちゃはっきり見える。これがだからいわゆる、そう、老眼の度数なんです。やっぱり老眼なんですか。老眼なんです。さあ、私のこの視力でそういうルーペとかを使えばこういうとこが見えるってこと。あ、見えます。あ、見えます。それは全然見えます。ルーペで化粧品見ます。そうね、やっぱりちょっとおしゃれなメガネをかけたいよ ね、うん、おしゃれなメガネ、おしゃれなメガネかけたい。こんな感じ、うんうん、そう、個人的にはここから多分ある程度のところまで進むので、うん、今現状で進めたら見ないかもしれない。このもんじゃ頑張れば上は見えるかもしれないですよ。これはね、はい。はい、じゃあ近くにので行きます。はい、行きます。度数決定、度数決定、はい、レーディンググラスを。一番その懸念点としては、はい、老眼鏡って、はい、なんか細いこういうのしかないっていうイメージなんですけど、あ、はいはい、形でいくとどの形でも作れるんですよ、うん、ただレンズって例えばイメージしやすいのは、度数ってプラス側とマイナス側とあるんですよ。でマイナス側のレンズっていうのは目がこうちょっとキュッと小さくなるレンズですね、うんうんうん、でプラス側っていうのは逆で目が大きくなるんですよ。ケントデリカット的な、そうですね、そのイメージです。で大きいとレンズが真ん中が分厚くなるんですよ。そうするとより目がギョロッとなっちゃうんで、形は自由なんですけど、あんまり大きすぎちゃうと目が大きくなっちゃって、ちょっとなんだろう、ギョロッとする感じが出てくるんで、そんな大きすぎない方がいいかもしれないです。作るのはプラス側、そうです。はい、じゃあちょっと大きくなる方、目が大きくなっちゃ う、ね、うです、プリクラみたいな感じです、はい、プリクラ本当大丈夫、自然に、これが、これができる、あ、少しできた、少しできた、はい、やりたいな。メガネあるあるやりたいです、はい、なんか自分的にはちょっとこういう太めのフレームの方がいいんですけど、はい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 、あ、そうだと思った、全然、それでも全然、この辺も、これジャックマリーマージュっていうアンデロサンゼルスのブランドなんですけど、これも生産は
鯖江吹いてたんですけど、高いちょっとちょっと海外ではあのブラッド・ピットさんとか、あらあら、いわゆるアメリカのセレブの方がおお、ちょっと一番最初に見ちゃダメだ、ぜひ怖いね似合うね、かけやすい、これ中ちゃん、はい、ちょっとこれあの冗談抜きです、これ似合う、僕らメガネ屋なんで一発で多分他にもいいの出てくるんですけど、これ結構似合う、嘘嘘、外してもらうと作りも面白くて、うん、これなかなかできない、このさ、この当たるところもなんか、ね、ちょっと違うよ、本当だ、この多分最高の一本、最高の一本、いきなり一発目からつけちゃったんだけど、いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、いろいろかけよう、いろいろかけます、それが四角のプロ、それが四角の定番的な、ちょっとこう、ちょっと今横緩いかもしれないですけど、あー、いやこれは、うん、いいです、いや、向き向き、どんどん似合うな、なんか1本ぐらい全然似合わないのないのかなっていう、あ、うん、あれだね、これは素敵だと思う、これ多分似合う、あーゴールドのフォックスアイ、キャットアイ型のフレームに、これでも私ちょっとうちの母親みたい、昔からあるデザインだね、ちょっとうちの、確かにちょっとすごいお母さんに似てた、めちゃくちゃ素敵っすね、うん、形面白いです、面白いんだ、面白い、面白いんだ、あ、似合う、これも可愛いね、可愛い、いいですか、これと合ってるから、そう、これ外してみようか、うん、あ、全然なんか、うん、自然、うん、あ、いいです、これいい、これいいです、今日一です、今日一でした、これベージュ、うん、下にベージュのカラーを、内側はピンク、ね、ブリッジの位置が小宮さんじゃないかもですけど、うん、おしゃれ、ちょっと、うん、沼の予感、沼だな、これ太いものをお探しだったりする場合で、もしちょっと細めだと、これちょっとくっきりした色の方が、なんか昔の嫌なダサいメガネのイメージっていうところからは離れてる、横から見た感じも可愛いですよ、そうですか、うん、自分じゃ見えないと思うんですけど、カジュアルだったり、はいはい、シャツとかだとメガネって合わせやすいけど、うん、こういうなんか女性らしい柄とか着た時にどうかなっていうのを、うん、はい、持ってきました持ってきましたよ、さっき最後かけた、あ、このやつね、あ、それね、うん、あ、それも可愛いですね、うん、あ、色のまとまりがすごくいい、ね、すごい好き、かわいい、こういう格好にね、うん、合うかな、まとまってる、まとまるやつ、あー、こう落ち着けがたいな、頂上決戦、じゃあこっちかけてみようね、うん、これも可愛い、細いのに、うん、なんていうのかな、まるでこう黒縁をかけたような、なんていうの、きちんとしたメガネのデザインも、デザイン印象がしっかり、印象がしっかりして、もう一回そちらも、はい、はい、うーん、あどうする、ちょっとあの最初のできたスタイルに戻りました、で決めました、決まりました、はい、引っ掛けた方がいいよね、うん、じゃあダダー、はい、決めました、ありがとうございました、こういうシャツとかにも合うし、柄のワンピースとかちょっとフェミニンなものにも合わせられるので、こちらのタイプにしました、はい、軽いから、うん、こう老眼鏡としておしゃれにも見えるけど軽いのであのかけやすい、うん、一応普通のぐらいで、うんうん、こっちはどれぐらいですか、見てもらうと少しこっちの方が、あ、本当だ、茶色っぽいあるんですよね、あ、本当だ、ブルーライトって、はい、スマホとかの、そうです、そうです、
カットするに越したことはないんですけど、少しブルーライトつけてる方だと、あ、ごめんなさい、ブルーライト入れてはんねやなって外から見てわかれちゃうの。スマホの作業をやるように作るって意味だから、あ、あって入ってた方がいいかもしれない。じゃあ入れとく。つけておきます、はい、ブルーライトカット付き。現代におけるね、老眼鏡というかとしては、ブルーライトカット付きというのは、ね、うん、やっぱりロジック上はいいですよ、うんうん、私の老眼鏡は最強にします。かわいいね。これをだから、こちらは、あ、そうです。普通にラッピングゾーンに、こちらは、かわいい。